あとまあこの前にね前に来たけど随分前に風の強い日に、あのー、掃除してる方がいらしてね、うん、それで、あのー、ち,ちょっと風強くてなんかこう「誤性が出ますね」みたいなことを言ったら、うん、その、あのー、ほうき持って、あのー「ものすごい風だよ」 てても吐いてもダメな時に掃除したお菓子のご精が出ますねって言ったらパッと見て俺の方見て葉っぱが好きなんですって言ったんです葉っぱが好きなんですって言ってで、ね、今日も掃除してる人を一人見かけました別の方だけどものすごい今日の数でみんなちっちゃいんじゃないかっていうぐらいものすごいよ世間はいや。なんで今日やるんですかね、うん いやだから葉っぱが好きな人が増えてきてるんじゃない。い葉っぱ好きです。来年から月間葉っぱっていう、うん。い <laughs> <laughs> お前なんか仕事増えて月間葉っぱ。っぱっ番組でも葉っぱのコーナーか,らか,か。葉っぱのコーナー作っちゃったね。さてそんなわけで十二月十一日金曜日この風の強さそしてこのあの温度の高さねこれは私たちだけで解決できないということで、うん、スペシャルゲストをお呼びいたしました。 気象予報士の伊藤よ子でございます。あい光栄でございます。皆様、この高温大雨の原因は、ですり、低気圧です。発達しながら通った低気圧。あの 室井さんが春市場に似ててるっておっおししゃっでしょ、うん、それ合ってるんですよ。はい、さすが、えー、<laughs> 低気圧がこう発達することによって、うんうん、より強い風が吹き込んで南風も吹き込んで、うんうん、そして荒れた天気になるんですね。で今回の場合は上空の寒気というよりはむしろ低気圧が引っ張ってきた暖気これが12月としては記録的に暖かくて湿っていた。で暖かく湿っってているって何の 元になるかわかりますか。あったかくして。<め>はい、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 ブレさん。

何のもとあ,あったかくして湿っているわきの下の湧き汗の元 <laughs> 違うよとすごいじゃないですか<え><え>さすがですそう雨雲のもと大雨のもとなんですよ 暖かくて湿った空気なんです。これが発達しながら日本付近を通った本州を通過した低気圧に向かってガン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 ,ガン南から来たわけです。で極端に暖かい空気が来て湿ってると低気圧発,発達してますからそこで雨雲がいっぱいできちゃうんですよ。うん、で<ー>局地的な大雨。まあちょっとねまあそうなんでしょうけどもあのー、予報士としては、はい、今日の天気が こうなるようなことっていうのは12月しかも12月にこうなるようなことっていうのは予報士としては予報はできてたんですか荒れた天気になるかも昨日ぐらいからやばいっていう話にはなってたんですけどあやばい やばいこれは危ない危ないぞっていうのにはなってました予、ね、<laughs> 防士の方がやばいっていうと本当にやばい <laughs> 最近の天気予報士の人ってみんなエルニーニョを悪者にしてエルニーニョの性能エルニーニョじゃないの、まあ、確かにエルニーニョが原因で今年の冬は暖かいんじゃないかって言われてますけれども今回のじゃあ暖気がなんでやってきたかっていうと、うんうん、これ一言でエルニーニョとは言い切れないエルニーニョってどういう意味ですかエルニーニョっていうのはあのペルー沖の 海水温が極端に高くななることなんで,すよであのいつも同じような気温だと同じようなところに雲ってできるんですね海水温全体の気温がいつもと同じだったら同じところに雲ができて同じところで雨が降って同じところが暑くなるんだけどこれが上空の風によってずれると。 違うところで黙々と雨雲が発達して違うところに雨を降らせたり暖気をもたらせたりするわけです。じゃあ今日二十三度になるってことはい、あの予報士は分かってた？昨日の段階では二十度超えるだろうっていうのはもう大体分かってました。昨日の段階では昨日<で>その昨日の段階ではそうで一昨日ぐらいはどう思ってま一昨日はまあ二十度いかないんじゃないかなってただ上がるとは言われてたんですよ。<laughs> う<ん>いやいかないよねいくらなんでも二かないだ。いでいそしたら大竹さん二十四点一度に十二時三十八分の段階でもう なってるんですよ<ら>ただ、うんうん、これが12月としてあ、まあ、東京都心として最も高い気温かって言われると、えー、2004年え覚えてますか皆さん、えー、バリバリこの間ですよね2004年。2004年の12月の5日に24.8度まで上がってるんでそれでいけばあの2番目。うん でも、12月のそれは5日にあったわけですから、12月中旬、今11日だから、中旬以降とすれば、140年の観測記録の中で最も高い気温なんです、もちろんです、それから全国的に見ても、西日本中心ですけど、三重県の伊勢市などでは午前中に25度を超えて、12月に夏日。 鏡餅の上に置いておくミカのちっちゃいやつあれ腐るとまずいから今年は偽物にした方がいいですかね。ということはぐしてるのはこの温度がいつまで続くかというと大切なことですがね今こんなに暑いって思いになってる方多いと思いますけど夜は北風に変わります。 なんか気温下がってきますしす、ね、何度ぐらいまで下がりますか？まあでも夜の段階ではまだ高めですね。10度等に超えてるあの20度は切るけれども15度ぐらいで水移する。15度ってどんな感じ？暖かいですよ。やっぱり11月の気温ですもん。ただあの気温が15度でも北よりの風が10メートル吹いちゃえば体感的には5度なんですよ。だから北風が強いっていうことは気温が多少20度でこぼこでも結構寒く感じるかもしれない。 これだけ気温の,あのなんか高低差があると、はい、あの気候予報士の方あの聞いててもなんか声が浮かれてるんですけど<私>あ<の>ちょっと浮かれてる血が血が騒ぐ感じですか。 記録が出たって言うとよっしゃー記録上みたいなあ,あのなや被害が出たりすると<や>は本当に困ります,すな困るす陸上陸上陸上でなんかもう百メートルなもう10秒切ったみたいな話になるじゃ、うん、やっぱそれがやっぱちょっと興奮することでしょうわかるすっすっごい興奮しますねきたなーっていうえよっしゃー ヨシアって言ってきたとに、よくぞ私を呼んでくれます。ヨシアなんだ。まあヨシアっていうか、温暖化とは関係あるんですか？あの直接の関係というのは今の段階では言えないんですね。で温暖化してるっていう傾向はもうずっと言われていて、でこれはもうあの気象庁などあの国も認めていることなんです。で今年の冬についても暖冬になるだろうっていう傾向なんですよ。暖冬なの今年の冬。 おそらく暖冬です。少なくとも12月は冬の範囲に入るんで、十二、一、二のこの3ヶ月で冬って気象庁。えっと、いつもなんかこう、あの、あの氷が張りましたとか言ってるじゃない。あれって、なん、何日ぐらいの話ですか。こう、なんか。初氷。初氷はどうのこうの。えっと、初雪が都心だと1月3日で、ちなみに初氷、今年、あの関東の。ところどころで、熊谷とかいろんなところで発表になったのが、記録なる中で、最も遅かったんですよ。遅いところもあったぐらい。あ、そうなの。うん、それが、もう、でも初氷。

マイナスになってると思いなるでしょ。でもそれって150センチの気温を言ってるんです。マイナス150センチの気温。だから地上の気温じゃないんですよ。私たちが言ってる気温っていうのは高さ150メートルの気温。地べたはもっと冷たいってことな。そう、大竹さん。私の身長は、違う違う。小柄です。小柄。あ、意味が意味があるんです。私の身長は151センチなんです。だからこのぐらい。伊藤さんはそれかあの温度測れないですよね。 ちょっとね感じる温度は 150cm 以下なわけだからでもこの辺口だからほぼほぼ合ってるんですこの気温を申し上げてるんでそこが0度でも地上付近は当然マイナス3度ぐらいになってるわけだから0度って出たらたい氷張るって思ってたから私の正月は大いあったかいっていうことでいいんですねまあでもあったかいって言っても平年よりも気温が高めになる予想を出してるというだけで12月や1月になってやっぱりそれなりに寒いですちなみに明日 朝の最低気温10度日中の予想最高気温15度だから、うん、そ今日に比べるとやっぱり寒く感じる方いらっしゃるわけ<ー>でも15度っていうと11月の気温だからあかだあのややこしいんだけど平年に比べればあったかい暖あったかいんでほらいい方難しいだから今年の正月はさ、うん、あんまりお雑煮の汁とか作り置きしといたらいけないんだよ腐りやすい,いそうだよ。 まあ、ただ、私の意見としてはですね暖冬、はいまあ、になるだろうっていうのも、はい、北極振動っていう北からの寒気の流れ込みを計算しないで気象庁が出したものなんですよ。よ<あ>去年も、うん 弾頭になるって予想を出してたら、はい、なんなかった。一昨年も弾頭になるだろう、なんなかった。五年連続実は弾頭になってないんですよ。都心ではだから、五、まあ、外すっていうか、予報が若干四十パーセントとか三十パーセント。その範囲の中で、うん、あ、弾頭にならなかったなって。うん、だから、今年になると、本当五年ぶりなんですね。うん、じゃ、もう太、太鼓叩いて。 やっと来たみたいなんかああ5年ぶりについに弾頭でもあれもうやっぱじゃあもう明日の今日の夕刊ぐらいは140年ぶりっていうんか言葉が踊る感じが踊る140年ぶりっていうのは踊らないと思う私だってだって12月中旬以降としてはとかいろいろつけなくちゃいけないから12月中は 季節外れの暖かさ、十二月の記録更新の暖かさとか、ちょっと布料も弱いそれじゃね。パッチパッチ単体ね。じゃあのトースポさんとかだったら、もうパッチリ。いろんなこと言っちゃいますっ私トースポさん嫌いじゃないですよ。俺も嫌いじゃないけど、好きです。トースポだったらってそのそこがもうちょっとおかしいじゃないか。本当ですか。そういうキャッチでこう買わせなきゃ買っていただかなきゃってところはもうバンと出します。あ、そう。じトースポ嘘つくってこと？ 嘘をついてるのみたいな気もしますね。宇宙人がいたとか。宇宙人がいたと。なんでトスポそんな好きなの？いやいや結構見てた時期があった気象予報士さんが読む新聞ってないんですか？気象予報士のああの気象予報士の気象予報士会が出してるなんか雑誌みたいなものはあるけれど、でも新聞はまあ普通に。でもその冊子はもう一面ですよね。 ただ気温とかあとまあこういうものって生ものじゃないですものすごい生ものだから出した瞬間も古いんですよんか新聞とかそういう活字には最もそぐわないとネットですぐバンと出さないともうあっという間に気温って変わってきちゃうのででも今年は多分養護士になるのには何千倍でしたっけによって違うで

でもそれはあの誰か時は言うかった。私は十何パーセントだった。一年目に取っちゃう。いやラジオアナウンサー初の気象予報士って言って文化放送なんか紙作ってくれましたの。そうなに大事なのだから二十年前に取ったんですよ。私。あすごいじゃない。二十年前に取ったるの。そうなんですよ。だから十八ぐらいで取ったわけ。すごいでしょう。それそれそういう嘘はついてないですよ。大丈夫だから。大丈夫だから見えてない。

<laughs> ということです。あ、はい、あ、あありがとうございます。あ,<え>あの<え>ちなみにこの後もまだ風強かったり、うん、それから全国的に見れば、うん、あの暴風、それから明日の明け方まで高波にも警戒が必要なので、うん、決して暖かいからといって浮かれず、うん、夜は寒くなりますから皆さん気を引き締めてください。うん、風はい。一番浮かれてるのは伊藤さんのような気がしますけどね。<laughs> じゃあのなんか予報士がいろんなこと言ってそれでなんかラジオで放送するときに今日はなんとかでどうのこうので折りたたみ傘をお持ちになった方がよろしいみたいなああ折りたたみの傘があった方が安心ですってやつ今日こっちはもう東京についてはほおかしいじゃん伊藤さん長くていじないだって朝ここに来るまでにものすごい土砂降り記録的なすごい土砂降りでこれあかんわと思ってでも息濡れたらもう仕事なんないじゃないですかすいませんあの生まれどこですか生まれ 生まれは私ね。うんうん どこだと思いますか皆さん。わかわかんないわ北海道のく路なんですよ。北海道のく路って寒いところ知ってますよね。ああは知ってますけどね。雪はもう降らずに寒いね。あもうとにかく雪の記憶とあと隣の池が凍ると姉と一緒にスケートしに行ったっていうね記憶ぐらいしかないけど。はい。いやいやまあ今なんとかでかんとかであかんはとか言うからなんか大阪のかなとか思ったんです。違うんです。もういろいろ関係ない。え気持ちをこう表すためにどの言葉を使った。 いいかっていうね、うん、はいあそうですか、はい、とにかくあの、うん、あと温度のこの変動、うん、これ体に答えますから特に高齢の方俺<あ>を見ている大変なんですよ高齢の方って、ね、いいですかなざしできたりたあの急に上が この二日後ぐらいに変わってたらだって注意しようないじゃないってどうすて服装で注意なさってください服装って脱ぎ着しやすいものを用意してう今日なんか脱げますでしょ大竹さん中何お召しになってらっしゃいますかいや半袖のシャツやつですけどあおじいちゃん立派素晴らしいですねちょっとおかしいおかしい言ってることがおかしいよだそういう風に脱ぎ着のできる服装これでこまめに脱いだり着たりをちゃんと繰り返すことです着たり脱いだりねはいそうです温度に合わせたねそう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  ただ問題はこのスタジオの温度調整がうまく効かないんですよ,よごめんちょっと昔からダメ、立った時からダメなんですね、うまくいかない、ねうん、私その辺はよく責任者じゃないんでわかりませんけど そうですか。あ、と何年ぐらいお続けになるつもりです何をですの。いや気候予報士は。何を知ってるんですか小竹さん。死ぬまで私は気候予報士です。死ぬまで働いてます。あ、そう。三十五だよ。まず三十八か。ちょまだ先長いまだまだ小竹さん年な何まで倍イトなきゃいけませんから長いです。任なんかとハシに私と近そうな気をしま違います。違いますよね。じゃあの観光系とかそういうのにはやっぱり気候予報 何々何とかっていうなんか。<laughs> 解明っていうかね。でもなんか天気をねちょっとこうイメージしたものは。えだってそれはでしょあの白いあの白霜族来た時梅雨前線の模様と前線とか全線とか天気図とかあいいかもしれませんそういうの。あのおでこにつけるもあの傘からか。まあそういうのもいいかもしれませんね。はい私あのヤクルトマンじゃなくてベスターズファンなんですちょっと怒ってしまいますありがとうございました。はいブンダ放送の伊藤吉。 アナウンサー気象予報士、解説ししてもらいましたああああ雪はいつぐらい東京、降りますかね、えっと、雪については、ですね、うん、あの平年だと1月3日、初雪なんですけれど、うんあの、こんだけ気温が高いとなかなか雪降らないんじゃないかってみんな思うでしょ、皆さん。はいはい、ところが、はいあの、南岸低気圧っていうのがやってくるって、ちょっと寒気が緩んだときなので,、はいはい、で、もしかすると降るかもしれない、しかも大雪が。 そんなの予報じゃない、いつ頃って言ってくれないと。そうか、大陸の冬型の高気圧が。緩むと。雨が降るわけ。そう、いつ頃。私はね、年明けがやばいんじゃないかと思ってます。あ、ちなみに12月の、あの後半ぐらいから、ちょっとき、あ、十二月の後半ぐらいから、気温平年並みに戻りますから。少しだから、皆さん、あの、ずっとこのままじゃありませんから。で、あの、要するに寒気が緩むと、低気圧やってきちゃうわけです。そして、雨が降る。今回も、ほら、低気圧やってきて降りましたよね。低気圧が。る ちょっと暖かくなるっていうのはちょっと理解できないのね。低気圧が暖かい空気を南から持ってくるからです。南から持ってくるから。なんで来たの？それで上空の寒気も引っ張り込んじゃうと、二年前のオリンピックの時みたいな大雪になる可能性もありますから。ほら当たったら感謝状を出そうよ。あの引き止めてすいませんでした。一回挨拶したのにまた引き止めちゃってすいません。はい伊藤ウさんアナウンサーでした。はい。はい。